Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头，欢迎回来《七龙珠 Fighter》，我是老头，我讲过了哈。好啦，那我们现在呢，准备要进入第七章地图时了，再次宿命的对决，孙悟空 VS 佛利扎。啊，佛利扎也复活了嘛？之前上一集还是前几集，各位应该有看到啊，佛利扎跟那个赛鲁有做交易。啊，讲到赛鲁呢，我必须说明一下哈。就是呢，为什么我以前都叫赛鲁叫西鲁呢？就这种称呼的方式呢，就跟你以前看小叮当为什么后来改叫哆啦 A 梦是一样意思，就跟你看神奇宝贝为什么后来叫精灵宝可梦是一样的意思，好不好？如果你这个东西这个逻辑套用在西鲁身上，你就知道为什么了，好不好？讲白话一点。以前呢，台湾版的中配赛鲁是叫做西鲁的，台湾版的哆啦 A 梦小叮当啊，哆啦 A 梦是叫小叮当，台湾版的宝可梦是叫神奇宝贝啊，后来反正就是改名就对了，大概是这个意思。所以并不是我叫错，是我用我以前的习惯叫他们的方式去称呼他们，懂我意思吗？好不好？好，这个讲完了，我们不要不多说，我们开始选角色啊。第一个一定是我们悟空嘛。那这次老头呢，想要带他的儿子跟比克好了。然后这边还有装备，我现在才发现原来可以装装备，帮他提升一下普通攻击力。然后还有什么？气条回复速度提升，防御力应该不用吧？因为我的攻击就是我的防御啊。战斗中回复体力，给予伤害回复体力，胜利时回复体力。哦，还有金币获取量，延长时间提升。这个好了，来吧。ベジータのやつ。確かにこの辺りにいるはずなんだけどな。寻找贝吉塔的踪迹。あれ見ろ。应该趴在地上。ベジータ。每一次遇到都趴在地上。想干什么，佛利扎？差一点，差一点。あなた。あなたは。おやおや、皆さんお揃いのようですね。ですが、惜しいことベジータはあの女の餌になる前に、成为那女人的粮食之前先处理掉。あの女の餌？就是那21号的粮食啊。最も餌という意味ではいい機会です。我就在这里收拾掉你们所有的。自不量力。お待ちください、フリーザ様。基纽特战队又出来了，好笑，他们也复活了，又开始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 了。帕塔 ，Jeans，Jeans， 基纽，噔噔，哇，好帅！相変わらずというか、一点都没有变。该笑死了。まあクリリン、あれ意味あんか？有意义吗？啊，まあ、也好。佛利扎表示无奈，我的队友怎么都长这样。では、全員まとめて。始末するとしましょうか。来吧 ，Let's go。哦呦，真正的佛利扎，11800的血量。
負けん。僕も加勢します。きっとやっバカだーできるよ。エスティアンドおーおーおーくそできるよ。想像以上で。睡啦，打起来就是爽。好，开始要贝吉塔超级赛亚人，睡啦。啊，贝吉塔该醒了。哎，还没打完啊。なるほど。原来如此。セルが苦戦した理由が分かりましたよ。まさかここまで力を引き出すことができる。每次都在那边找借口，没想到可以激发这么强大的力量。原来如此。残念だったな、フリーザ。ここで始末されるのは貴様の方だ。今から貴様は消えてなくなるわけだが。马上就会消失。おや、なんです。哪件事？俺たちがあの女が去るのはどういう意味だ？21号の目的は俺たちを倒すことではないのか？いいでしょう。私に善戦したご褒美に教えてあげます。是怕我们不告诉你就把你打爆吧？什么当作奖励啊？哦，没够。フリーザ様、こいつらに情報を与える必要は？いいではないですか。煽动对方的恐惧。也是一种乐趣啊！あの女、あなたたちに合わせて21号と呼びますがね。21号は捕食人类、增强自己的战斗力、戦闘力を増強。なんだって？主にお菓子に変えて食べるようですね。变成点心吃掉。我觉得这个超老梗的哎、我觉得这个超老梗的。那感觉就跟魔人普乌没什么两样吧，只是魔人普乌吃了不会变强。なるほど、そういうことだ。マジかよ、そのまるでセリアブーみたいなやつだな。对啊，塞鲁跟普乌一样啊。对啊，塞鲁也是啊。突然忘记了。だが、そういうことなら、21号に捕食される前、捕食前找到我们还算幸运。バカなことを言わないでください。21号はおる。あなたたちにやられるつもりはありません。哦，这么有气势哦！逃げるつもりか、フリーザ！お任せください。グルド、金縛りの術だ！金束缚。干啥？しまった！哦。有这一招吗？以前动画有这一招吗？それでは皆さん。根本就在乱套吧！以前动画有这一招吗？我不记得了，抱歉。太好笑了吧！贝吉塔。俺が気を失っている間にそんなことがあったのか。要解释一遍了。隙を突かれてフリーザにグルドの超能力のことはナメック星で戦ってし。いやちょっとベジータ、あんまり偉そうなこと言うもんじゃないわよ。自傲的家伙。あんたなんかみんなが頑張ってる間。グースか寝てただけ。まあ。夫妻吵架了。今は夫婦喧嘩してる。そんなことより、21号に逃げられてから。ああ、フリーザの話が本当ならかなりパワーアップしてるかもしれん。そうよ。早いとくやつ。找不到21号的气啊！その21号とやらがどれほど強くなろうと、俺がぶっ潰してやる。不要再在那边自负了哈。やれやれ、カッコつけちゃって。言ってもよ。おめずっと寝てたから21号のこと。かかと。貴様は黙っていろ。该好烦啊。ベジータ、自信がある。有自信是很好。21号と戦う前に習慣連起。好，现在我要连到他身体里了。今の俺たちは、そんな戦い方は気に食わんな。波動の発生源がわからないのだから。接受吧。おいおい。喧嘩すんなって。おめえがフリーザにやられそうになった時、保護你的可是比克哦。自分の都合で勝手にやったことだろう。俺には関係ないことだ。好讨人厌啊。ああそうだな。それに貴様に礼を言われても気持ち悪いだ。被盗窃又反而觉得恶心，这就不像贝吉塔，对不对？なんだと？哈哈，確かに。真的会觉得很恶心。
如果哪一天一个很自傲的人，一个很自以为的人突然跟你道歉，然后对你说话非常的客气，你应该也会觉得很怪很恶心吧，我是这么认为啊。哼，哼，傲娇。那傲娇塔。とりあえず居場所の分かってる敵をなるべく倒しておかな。21号が強い相手を捕食して、力石強大的对手。強くなるのを防ぐためにさ。我们要防止他们。確かに。我觉得应该最后来不及。クローンと戦うことでリンクの練習にもなるだろう。利用复制人战斗练习连结。よりによってこの俺が他人の手を借りなければ戦えんとは。やむを得ん。今回だけだからな。真的是蛮符合贝吉塔的个性。听说你开始和比克一起修炼了，战斗直觉恢复了吗？少なくともフリーザが来た時に比べればマシになったと思うんですけど。まったく、貴様のその平和ボケした態度は何だ？サイヤ人ならサイヤ人らしく、もっと強さを求めろ。そもそも修行を始めたと言っても気概が感じられん。え？僕なりに真剣にやってるんですよ。心態完全不一样啊。ならピッコロやカカロットのような甘いやつに師匠を頼むな。太过放纵的师父。そこまで言うなら、ベジータさんが僕を鍛えてくださいよ。断る。自分を鍛える方法は自分で見つけやがれ。叫人家不能放纵，然后又是拒绝人家。ベジータさんってある意味比以前的比克叔叔还严格啊。おさっとするな。敵が来るぞ。笑死。Are you ready? Are you ready? おめえの力見せてくれ。しっ。パチュー。普通掴んだみてえだな。えい。もう一丁だ。ありゃあ。普通掴んだみてえだな。あった。最後だ。見せてやれよ。哇，直接爆飞。只用看看我的贝吉塔。哦哟，大招哦！怎么感觉打不痛？被他挡下，被他挡下来了啦，难怪不痛。被他挡住了，难怪没有秒杀，可恶！再一次，我就不相信这次没中。拜，碎啦，爽。果然是孩子们，哎，找到他们两位了，特兰克斯跟雾天。哦，哇，复制人贝吉塔。没关系，只好战斗了。Ready, go! 哎，还挡，还挡！再见！不好操作，哎，干什么东西？哦，还被多发了几下这样子，换人喽！我看他一般的招式，哦，一般的绝招一颗炮而已啊。行くぞ！どうだ！行くぞ！挡内，拜！可恶！不要闪过！
再见。哦，这个按这个速度要很快才有办法打得下去啊，那太慢都被闪过了，可恶。哇，睡醒了睡醒了，大家怎么在这里？不天，我你讲完，你们俩听好了，然后把所有东西都讲完了。というわけで、今の俺たちは、知らそんなことしなくても、融合就能战斗了。よし、ヒューヘッド、ハー。今から俺のめっちゃすごい実力を見せてやるぜ。激烈超级普屋排球，それはダメだ。ボールにできる。せっかく、まあ、飛行機の中だしな。もうちょっと大人。比较简单的招式。奇迹拳。没有力量啊。言っただろう。今のお前たちはリンクなしでは不屈。そんなわけないだろ。啊，要在大便了！一 K， 一 K， 哈哈哈哈！無駄だ。リンクを受け入れろ。接受连接吧。只好被我附身了，才会有能力，有没有？ワクワクするな。あれ？でも俺、该怎么叫他们？なんて呼べばいいんだ？ゴテンにとってのお父さんは。悟空叔叔。那我叫我光头哥哥就好了。不贴的爸爸。トラクション父ちゃんじゃねえな、ベジータ。おめどうすりゃいいと思う。知るかそんなことを。戦いの前にくだらん話を持ち出すな。ごめんなさい。ベマラバ。貴様もだぞカカロット。戦いの前に気を緩めるんじゃない。すまね、藤田。这回来被骂。来るぞ。目の前の敵に集中しろ。敌人来了。我们叫一下我们的特兰，那个雾天克斯看看啊，雾天克斯，哦呦，感觉很猛哦，哦，哇，那挥拳的速度好快啊，挥拳的速度好快啊，是吗？哪招？过一会儿，不让我集气哦！可恶 ！Super 八剪刀石头布啊，剪刀石头布都弄出来了，试试看这一招。哦，他的必杀技居然是这一招！哇！我的，拜！居然没死！弗利扎，弗利扎什么？好，那个天神，哎，什么天王界啊？ご先祖様、これは界王神。これはまた随分まるで今地球上にいるあらゆる戦士の気をかき集めて所有战士的气都聚集起来戦士の気あやつらが倒したはずのフリーザそしてセルという人族特に魔人ブーの気に近いものが就综合体的感觉啊ブーまでぼやぼやしておると厄介なそんなこれは神無法插手あ。にしか見守ることが神の本分。あやつらを信じるしかないの。頼みますよ、悟空さんたち。拜托你们了。
21号就是综合体的那种感觉，我觉得啦。好啦，各位，今天差不多到这里结束啦。如果喜欢影片呢，左下角有个订阅，右下角有个喜欢或下方留言。我是老头，我们下一集七龙珠 Fighter 再见啦，拜拜。